はい、どうも、こんばんは。スタートミーアップです。どうも。2022年初めてのスタートミーアップです。今日はですね、なんとというか、ゲストに、ヤングマスターの池田くんがもう一回来てくれました。イェーイ。どうも、ありがとうございます。これですこちらね、こそありがとうございます。12月の、僕ね、29日だったか、年末に、自分一人でやったんですよ。インマイルーム、コンサートとか、自分の部屋で演奏したんですけど、これがですね、あまりにも再生回数が少なくて、がっかりしておりましてですね。実はその10月になってから、今、自分とあとゲストでやってるんですけど、平均100回ぐらい再生してもらってて、すごく、大好評なんですよ。で、なんですけど、俺がやったところで、ガクッと行ってしまったので、ここはまた池田君の力借りないとやばいってことでですね、連絡を取って また来てもらいました。まあ、もう一回出てくれるという約束もしてたので、なんと言ってもね、池田君一番のお客さんを、200再生を悠々超えて、すごい視聴していただいてるというですね。ありがとうございます。人来ていただいた気者。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。いや、とんでもないです。今回も、きっとみんな見てくれるんじゃないかなって期待してます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ乾杯をしたいと思いますが、じゃじゃん、恒例の乾杯。今日僕はですね、ヤヒコビューイング、ヤヒコで作ってる地ビール。前もちょっとご紹介したことがあるんですけども、今日はですね、ヤヒコ地ビールのブドウエールというのをですね、用意してまいりました。はい。美味しそうでしょ？美味しそうですね。ね。うさぎの可愛い絵がついてますけどね。かわいいですけど、見てます。そうそう、そうなの。じゃあ、いいですね。乾杯しよっいいですか。ね。いいでしょ？手書きの感じでね。ね。令和元年開業。じゃあ、乾杯しますか？私はこれ。ほろ酔いました。ほろ酔いシリーズ。出ましたほろね。いシリーズ。サイダーサワーです。僕もね、それよく飲むよ。ほろ酔いよく飲みます。じゃあ、乾杯。イェーイ。皆さん、今週もお疲れ様でした。乾杯。おお、うまいね。これじ、いいね。実は、ヤヒコビューイングでさ、これ、薪にあるパオっていうパン屋があるんですよ。最近ね、綺麗になった、なんかすごい人気のあるパン屋さんなんですけど、そこでね、買ったっていう、パン屋にビールが売ってたっていうですね。なんともこう、びっくりな感じなんですけど。で、そうそう。パオの話でさ、行ったんだよ。そしたらさ、なんかなんだっけ、リラックスって曲流れてさ、フランキー・ゴッズ・ハリウッドのさ、いきなりパン屋で流れてるわけよ。これはなんかちょっとおかしいなと思って。で、こうパンをさ、こう、なんつうの、挟んだりすんじゃん。トレーに乗せてたらさ、で、ちょっといい気になって切ったらさ、次あれ、ラジオスターの悲劇。そう、なんだ、この番やと思って、結構盛り上がっちゃったんですけど、池田くんもしかして DJ してなかったですか？そこで。っていうノリのパン屋が。ねえ、かけそうでしょ？ 流れも完璧みたいなさ。そう、お時間のある方は行ってみてください。素敵なパン屋ですよ。パオっていうね。PAO。BGM も素敵ですそう、ね。BGM も素敵です。素晴らしい。すごいテンション上がって、もうビール買っちゃいましたけど。それ、意外な場所で意外な音楽ってすごいテンション上がりますよね。ね。そうこそう。れはラジオも同じなんですけどあ、そう、ラジオ的なものがあるよね。イベントだとさ、こっちも覚悟していくからさ、なんか、そうですいいね。音楽を浴びに行こうっていうさ、覚悟があるじゃん。
いやさ、なんか日常でそういう自分の好きな音楽とかさ、これ何みたいな流れとさ、結構テンション上がるんですよね。り気抜いてるときそにうそ聞きう。ますからね。足元すくわれるっていうかさ。そんな面白い体験してきましたよ。そうね。いや、キーボード採用でファンやか。いいでしょ。あれ、ちょっとあれ、おかしいなと思いつつさ。まあ多分優先的なもんだと思うんですけど。ああ、そうなんですね。そう、ちゃ、チャンネルがですね、そう、ユーチャザンーネさルんのにセンスがやっぱ回すりってこと社長のセンスなんですかね。本当に。そですね。なるほど。行ってんみな、たいファンやかですね、ね。そんな池田くんがバイトしてるかもしれない。パン屋で。してないですけど。重複になりますけど、池田くんのプロフィールなんかもちょっと自己紹介してもらったりして。新潟で、音楽イベント、ヤングマスターっていうイベントをやっています。で、そこで DJ やってます。池田と申します。はい。よろしくお願いします。お願いします。すっかり人気者。そうでもないです。よくぼ、ね、あの、本当繰り返しになりますけど、僕はライブにも DJ やってくれたりとか、最近というか晩年、年を取ってから仲良くしてもらってます。若い時はね、まあそういう話を今日するんですけど、若い時は同じようなとこで遊んでたんですけど、まあ、友達ではなかったっていうか、なんていうか。そうですね、ね。そうなんですよね。なんだけど、年取ってから、実は、なんていうの、いいじゃんみたいな感じで、友達になっちゃったんですよところ、余ってた場所がほね。とんど同じような気がしますね。そうなんですよね。今日はちょっとその辺をちょっと紐解きながら、解雇しながら、お話し進めていこうかなと思ってますけど、ちょっと今日昔話にちょっと特化してしまうもんですから、ややもすれば、なんていうの、親父の昔話みたいな、風に聞こえるかもしれないので、ちょっと、今んとこ先に謝っとこうかなとか思ってますけど、だね。ね、こういうお話好きな人もいらっしゃるので、もう、その人たちと一緒にお酒飲んでるつもりで、今日は僕ら話したいと思います。はい。で、今回はね、前回は、割と音楽のことを中心にこう話していったんだけども、まあ今回も音楽のことが多いけど、まあもうちょっと街の話しようかなんつって、90年代の新潟の街についてちょっと話をしようかなというふうに、思っています。はい。その90年代ってことで、なんて言うんでしょうね。まあ、いろんなこうカテゴリーをちょっと僕らも考えたんだけども、本当お話ししてるとね、キリがなくて、リハーサルの時も、2時間ぐらい話したんですけど、本当に話すればするほど、なんかいろんなこと出てくるみたいな。ですよね。昔の方が鮮明に覚えてたりしますよね。そうなんですよね。なんか、最近になってきた記憶って曖昧で、昔の記憶って結構ね、はっきり覚えてたりとかするんですよね。いらんことをよく覚えてるんですね、またね、これが。じゃあ、まず、最初にライブハウスのことを話してみましょうか。僕らが今、思い出してるライブハウスというか、その頃、体験したものみたいな話ちょっとしてみようと思うんだけど、まあ、ライブハウス今でもね、まあ、新潟市に限る話ではあるんだけど、まあ、ゴールデンピックスっていうのがあって、あと、まあ、僕がよく遊んでるウッディっていうとこがあって、あと、駅前にリバーストっていう。まあ、ね、その三つが、もしかして今でも主なのかなって思うんですけど、実はその系譜っていうのがあってね、もともとその系譜だったっていうか、その90年代からその流れっていうのをずっと変わってなくて、今に至ってるっていう話をちょっとしようと思うんですけど、で、
まず最初にその、いわゆるゴールデンピックスのこう、昔を遡るとどうなるかっていう話をしようと思うんですけど、まず最初にあれですよね、エクマンっていうのができたんだよね。そう。エクマンはさ、東堀に最初あって、東堀のパラビルっていう、今多分ビルなくなったと思うんだけど、カシマヤのビルだような気がするんだけど、まあ、はっきり覚えてないですけど、多分そこにね、できたんだよね。でかいライブハウスが。まあ、その時ウッディしかなかったみたい。ウッディしかないんじゃなくて、ウッディ、古町はウッディだったから、そこに、要するに、人がたくさん入るライブハウスができたんですよね。うん。そうそう。エッグは俺行ったことないんですけど、うんうん。なんかボーリング場？ボーボウリング場だったんですか。リング場関係あるのかな？なんかでかかっ関係た。ないですかね。とにかくね、ワンフロア丸ドライバースで、でかかったって覚えがありますね。うん。それが後の、ジャンクボックスになる。そうそうそう、ジャンクね。今のゴールデンピックスのある地下がジャンクだったんですよね。今、なんかそう、劇場みたいな感じになってるのかな、地下って。多分、なんか、だっけな、食事どころだった、あ、違うな、煙突シアターだっけな。なんか、そういうところになってたんだよね。そこが、そのまあジャンクボックスの始まりだよね。地下のジャンク。そうで、そうでね、忘れもしないんですけど、ジャンクのね、こけら落としかなんかだったと思うんですけど、グランドファーザーズが来たんだよね。青山洋一さんの。うん、そうそう。で、もっとびっくりすることに、グランドファーザーズの対バンがミスチルだったっていう。うん、ミスターチルドになった。これね、多分、俺の記憶正しいと思う。ミスターチルドに来たんだよな。うん。俺、まあ見てないんですけどね。ミスチルが多分、なんだっけ、デビュー？ワードオブラブだっけ？ワードオブラブだったっけ？ちょっと名前はっきりわかんないですけど、ごめんなさい。で、デビューした頃に、グランドファーザーズとセットで来てたんだわね。そう。確かそうだったと思う。これ間違った情報だって指摘してくれる方いたらもし連絡ください。なんかね、そう。で、そんなことがあったね。だからすごいライブハウスできたな、新潟にって思った記憶があるぞ。うんうん。私、ジャンクボックスが初めて、DJ をやった経験、おお。初体験だったんですね。なるほど。地下のジャンクボックス。地下のね。それイベントですか？学生、卒業パーティーで、その時、まだ、理想で流行ってなかった、うん。クラブイベントっていうものを、お自分たちでやりたいっていう、お。うーん。ことで、卒業パーティーにジャンクボックス借り切ってお、すごい。相当ですね。そこで初めて DJ ブースっていうものに、ところに入り、うん。DJ 機材を触ったんおお、なるほどね。DJ ブースっていうものがちゃんと存うん。在してああ、ましたね。なんていうの。家と同じような、なんか上の方にあったんですよね。ああ、そっか。でもその頃ベーか、スとかじゃなく。あれだね、DJ が、なんて言うんでしょう。前でレコード回すっていう時代にもなってきている。徐々にですね。うん。もともとほら BGM 係だったじゃん、DJ ってさ。なんていうの。なんだけど、そうだね。クラブイベントだと DJ が主役っていうか前に来るんですよね。まあ今では当たり前かもしれないけど。その時はちょっと上の方に DJ ブースがあって、おお。はしごちょっと登るような感じなんですよね。あ、じゃあもうしっかりしたあれですね、ステージっていうか。で、DJ ブースの隣、
PTA みたいなのがあって、はい。はい。で、一緒にやってるみたいな状態でしたね。ああ、なるほどですね。ああ、なるほど。ステージではないんですね。ちょっといいですね、そこ、それね。はい、かっこいいな。で、うん、あの、キッチンも借りたんですけど、うんうん、あの、フードも出そうってことで、はい。で、女子たちに、料理をお願いしたんですけど、うん、その、そう、奥の方に、キッチンが、厨房があったんですが、はいはい。で、見たら、ものすごく汚くて、全然洗い物してないんですよ。シンクの中がすごく取ったんで、僕のような状態になってました。本当ですか。まず、それをきれいに片付けるとこからやって、女子がキャーキャー言ってましたよ。ああ、そうだよ。びっくりするよね。何かいるみたいな。食材かなんかが腐ってたと思うんですけど、お食器とかも全部こう鍋とかも、うん、食パンにシンクの中に入れて、うん、貼ってたみたいなんですけど、それそのまま放置されてて、洗い物が苦手だったんですね、きっとね。そうそうそう、とりあえずそれをきれいにしてからのイベントでした。ああ、なるほどね。はい、すごい青春の思い出ですね、それは。まあ、そういういらんことだけよく覚えてんだよね、本当にね。何十年も前の話なのに。ですよね。なんかそう、で、多分ミッシェルとかもね、来てたんだと思う。はい、その頃ミッシェルもデビューしたんじゃないかな。違ったかな。もうちょっと後だったかな。ごめんなさい。ちょっとこの辺はもう全く適当な情報です。ごめんなさい。多分でも時代的にそんな感じですよね。で、ジャンクがね、そっからお堂に行くんですよね。多分そこで移転するんだと思うんだよな。平行な時期確かないと思うんですけど、お堂って言って、あの、O-DO なんですけどね。王道じゃないんですね。うん。王道じゃないんですよね。お堂って呼んでたね、みんな。なんね、そう、それ、あの、日本語で書くとよくわかるんだけど、お堂って寺だったんですよね。寺のお堂っていうね。で、この西堀で今は、多分駐車場になってると思うんですけど、うん、安田信託今なんて呼ぶんだっけ、え違う、なんか、あの、銀行の裏っていうか今、タワーパーキング駐車場みたいになってるところだったと思うんですけど、そう、結構広いところで、あの、西堀ってあの、新潟ってお寺がこう多いんだけれども、そこのところに、その、お寺を、なんなんでしょうね。改装というか、そこのお寺が引っ越したのか知らないんだけど、そのお堂がそのままライブハウスになったっていう。はいはい、今考えるとかっこいいね。京都みたいだね。あの京都タクタクとかさ、ね、ああいうノリ。うん。かっこいい。かっこよかった。そこに、ステージもあったんでしょうかね。あるんでしょうね。京都のね。はい。そう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 。で、そこがやっぱでかい箱で、まあ、でかい、そうね、でも4、500入るようなとこだったと思うんですけど、そこがこのジャンクになって、で、そこでもう完全に今度はクラブ文化になってくるんだよね。そこがまさに90年代なんですよね。そうですね。お堂も90年代、ね。うん、ですよね。なんで、あの、ジャンクは、カミーノの。うん。そうですね。お堂が割と短め、短くて、そこで神野に行くんですよね。そうですね。そこで、その、リカさん。リカさんね。リカがあって、テクノメテンどうやってるか。ブロックはすごかったですよね。すごいですね。ね。ブロックは行ってましたか？行ってましたね。うん。はい。もともと、リカさん、ああ、なるほど。はい。うーん。
ラーメン白寿って知ってます？ああ、ね、今なくなっちゃったけど。まあ、白寿の向かいに、うん。ちっちゃいビルがあって。ほうほう。前は、インスリーズっていう名前で。インスリーズね、わかるわかる。うん。はい。お店があったんだけど、その前に、バラディオンってお店がありまして。ほうほう。これ本当、誰も知らないと思うんですけど、そこで、リカさんとかと、そこは飲み屋？そこ飲み屋ですね。へぇー。店長がイギリス人だった。お。へぇー。外人ばっかりのお店でしたけどね。あ、ほんとです。うん。へぇー。あ。結構、外人、喧嘩してましたね。そっか。お堂もさ、僕そう、お堂、俺ね、エクステンションで一番最初に一番最初にライブやったら多分ジャンクボックスだったと思うんですけど、その後に、エクステンションが企画をやってるシェイクサムアクションっていう企画を今、多分50回目ぐらいまで行ったんですけど、記念すべき第1回がね、お堂の脇にあるチェルシーホテルっていうですね、の、知ってる？覚えてる？ありましたね。覚えてる覚えてる。飲み屋っていうかバーがあってさ。はいはい、はい。そこでやったんだよね。企画を。うん。あそこでもよくクラブイベントありました、ね。ですよね。そう、俺とにかくさ、要は東京の真似事がしたくてさ、いわゆるそのクラブイベントで深夜バンドがやるみたいなことをすごとにかくやりたくて。でね、その、チェルシーホテルに機材を持ち込んで、バンドやった、ライブやったんだよね、確か。そしたらなんかすげえ怒られた覚えがある。なんかそれ、音うるさいじゃん。で、お堂の方に音漏れるから、はい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 、まさかライブとかやるんじゃないだろうな、みたいなこと言われた記憶があります。そういうことは覚えてます。あ、うん。あったんですよね、釣り仕事でね。いいとこだったと思う、今考えると。バーがあって。カウンターがあってね。お堂は、俺、イベントで、うん。ちょっとなんか、怖い思い出っていうか、うん。ありまして、ね。DJ、イベントやって、DJ 出てましたっけ？うん、すごく酔っ払っ て、うん、で楽屋に一人でフラッと行ったんですよね。ちょっと酔っ払ってから、うん、休憩しに、うん、楽屋でかかったよね。それで、うん、まあ、ちょっと休んでたんですけど、はいはい、広でかかった確か。うん、そうですね。で奥の方もずっとつながってるような楽屋で、うんうんうん、で物がいっぱい、まあ、置いてあって、でよく見たら月板が立てかけてあるんですよね。月板、うん、月板が立てかけてあって、うん、そしたらなんか、どっからか猫が入ってきてて。猫？はいはいはい。猫だと思って。うん。動物さんは得意じゃないんですけど、あ、その時酔っ払ってたので、うん、猫のとこまで、近くまで行こうと思って、うん。そしたら、土板が、よく見たら、外場って言うんでしたっけ？ああ、あれでしょ？あれね、トバで。そうだ、お墓にあるやつね。お墓の。あれが立てかけたって。ざわざわざわしちゃってて。怖いでしょ、あれ。怖いですね。酔っ払ってるしね。酔っ払って、まで、パーティー気分だったのが、すっかり冷めちゃって。だからこんなものがあって、でもよく考えたら、うん、そうそう、
堂なんですよね。お堂なんだよね。本当なんか、リアルお堂なんだよね。リアルお堂なんだね。いわゆるあの、なんつうの、祭壇があるところがステージなわけだ。そうですね。ね。だから、いわゆる袖ってのはさ、そういう、なんていうんですか、あの、まあ、変な言い方、変なあれですけど、例えばお骨があったりとかさ、そういうものがあったとこなのかもしれないよね。そうなんです。だからそれがこう、置いてあったんだよね。俺もなんとなくそれ記憶あるもん。うん、なんとなくだけど、今言われると、なんかあったような気もすんなーって。怖いっすよね。だから、その、なんかその楽屋はさ、あんまり手が入ってなかったんで、ステージはさすがにさ、いろんな照明があったりとかさ、はいはい、ね、はいはい、要するにちょっとライブハウスっぽくなったけど、楽屋は割とこう、まだ和のイメージだったよね、確か。全然、襖みたいな。そうそうそう、襖とかなんか、なんかね、あの、三だとかさ、あの、和室みたいな、そんな気がでしたよね。畳はあったかどうかがちょっと、ああ。よくはないけど、もしかしたら畳は取った、多分畳はなかったかもしれない。畳ハイダーのベニヤみたいなさ、そうですね、感じだった気がする。そういうところに、うん、そのお寺で使うようなものをまだ置いてあって、言っててくれれば別に驚かない。そうだよね。なんかあれなのかな、撤去するにもさ、ちょっとできないものだったのかもね。そのほら、工事業者は触れないじゃん、そういうのってさ。そう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 。だから、お寺さんが、まあ、置いてったものなのか、なのか。すごいよね。今思い出した、もう、なんか、猫も謎だったんだけど。まあ、野良猫でしょうね。あの辺にこう、たくさんいたんでしょう、当時は。そうですよね。うん。多分、どっからか入ってこれるような場所があるんでしょう。なんでしょうね。もう、住み着いてたんでしょう、きっと。だから、その幻ではないんです。うん、と思う。うん。普通の猫なんです。そうそうそう。酔っ払ってたんじゃないんだわ、それ。むしろ正気だったかもしれない。せっかくいい気分だったのにね。すごいインパクト。あ、お堂でもインパクトあったね。その、だから、なんつうの、ツアーバンドとかもさ、すごく、驚いてた、喜んでたっていうか驚いてたんじゃないですかね。いい箱だったよね、多分。作りが、面白いですね、うん。そうそう。音の表面もなんか、違うんでしょうかね。うん、多分、天井も高かったしね、なんか、良かった、はいはいはい。コレクターズがよくその頃、新潟来ててね。割とね、2ヶ月に1回ぐらいとか、そんな感じで頻繁によく来てたような気がする。で、コレクターズとね、カーネーションが対バンしたっていうのを見に行ったよ、俺。そう。すごい。まあ、その、カーネーションがコロンビアっていうか、ですね、メジャーデビューした時に、同じ会社だったね、あの、コレクターズが。で、一緒に新潟に来てくれて。そうそう。すごい、そんな思い出がありますわ。ね、多分それが90年代、まさに90年代だったのかもしれないね。そうですね。なんか、ビジュアル系も多かったような気もしますね。あ、ビジュアルね。はいはい、はい。どのあたりですかね。ビジュアルといえば、うん、あれですけどね、G1。あ、そうね。G1 だよね。G1 といえばビジュアルですね。そうそう。と、あ、そう、まさにその時代そうだよね。今のリバース。そう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 。だからあの、G1 はさ、そのいわゆるビジュアルがたくさん出てたし、要するにほら、黒い衣装、黒い上下のお客さんが多かったし、はいはいはい、まあ、ウッディはパンク、ハードコアっていうのが流れだったよね。だから、割とそういう意味では、割とカテゴリー分けされてたかもしれないね、当時からね。そうなんですね。うん。不思議なことに。きっちり分かれてましたよね。そうそう。だから、決して交わることがあんまなかったかもしれないよね。うん。で、まあ、UK エジソンっていうお店が、ああ、はいはいはい。レコード屋さん。
ありましたね。駅前ね。この源さんが、やっぱり、ね、そうだよね。この後、ウイスキードラッグストアっていう。そうそうそう。あそこからこう、新潟ビジュアル王国というか、新潟をね、すごくビジュアルのファンが多いっていう、全国的にも名高い地域としてね、新潟が認められるようになったというか、うん。バンドのことはよくわかんないけど、やっぱりよく来てたもんね。で、お客さんもやっぱりそのジワのあのお店の前でこう、並んでたりとかしてたし。そうですね、うん、そうそう。そう。だからね、あの、そうそう。やっぱりほら、ビジュアルだし、交わることなかったけど、なんていうの、正直やっぱり羨ましいなと思ったもんね。お客さんが本当によく来て、あの、本当に通ってるからさ。うん。あの動員数はすごい。そうそう、本当そう。だって100人ぐらいとか普通に入ってんだもん。で、必ずみんな来るからさ、すごいなと思ってね。ライブハウスがあって、後押しするリバ、あの、リスキードラッグストアってっていう、きっちりしてましたね。本当にね、面倒見はすごくいいし、お客さんもそこについてくるしね、そういう、はいはい、お、まあ本当に、一つの文化って言っていいんじゃないですかね、もうね。そうですね。そう。で、ジャンクボックス。この3つが、新潟のライブハウス、有名なライブハウスでしたね。そうだね。やっぱそうなってくるよね。で、お堂が終わってから、さっき言ったそのカミーノにジャンクが移って、はい、で、そうだね。やっぱその頃、もうバンドブームなんてだろう。すごくいい時代だよ。CD もすごいめっちゃ売れてる時代で。音楽、バンド、音楽業界自身がすごい盛り上がってる時代。そうですね。うん。あの頃だってコピーバンドでライブをやっても、うん、お客さんが来る時代。そうなんだね。コピーバンドね。コピーバンド？そうそう。いっぱいいましたもんね。いっぱいいた。そうなんだ。コピーバンド、90年代多かったよね。今が少ないのか、俺たちが知らないだけなのか知らないけど、コピーバンド文化ってやっぱり当時あったよね、やっぱり。ありましたね。ありましたよね。今ももうあるんでしょうかね。学園祭とかそういうとこではあるんでしょうけどね。まあ、そうだ、学園祭とかでは多分やってんでしょうね。でも、コピーバンドだけで、うん、ライブをやるっていうような、あまり見たことないですよね。フルコピーバンドライブってないよね。30分間コピーのライブってあんまりなくなっちゃったね。たまに、あの、90年代、80年代ってありましたよね。あったあった。全部コピーバンドみたいな。そうそうそう。全部コピーで、練習してね、やるっていうさ。なんか今そういうライブ見たいよね、むしろ。ボーイのコピーだった。うん、ボーイはやっぱり多かった。やっぱそういうスターがいるとさ、ギターヒーローとかさ、言うと、やっぱそのバンドのコピーってボーイよね。あとバンドスコア売ってるバンドとかね。うん、うん。うん。そうですね、バンドスコアを。もうバンドスコアってもう、回答が出てる。そうそう、回答が出てるからね。あの、聞いて聞き取れない音がさ、あの、書いてあるから、バンドスコア最高なんだよね。だって買ったその日から演奏できるんだもん。CD 買って、まあ、レコードでも CD も買って、うん、バンドスコアを買って、そうそう。で、あの、服を買う。そう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 。だから、当時バンドスコアも売れたんじゃないかなと思って、楽器も売れたんだろうし。うん、何々モデルとか。そうそうそう。みんな割と似たようなほら、音楽する人って似たような形のギターを持ってたりとかさ。
ね。そう、やっぱその、やっぱそれも時代だったのかね、コピーバンド。ね、あのレベッカだっけ、レベッカのコピーバンド多いとか言ってたよね。レベッカいっぱいいましたよね。レベッカだらけだったような気がする。レベッカ、やっぱ、ね、よかった。ノッコがいっぱいいたってことじゃあ。ノッコがいっぱいいた、ね。新潟のノッコがいっぱいいたってことだね。結構いる、ね。いいよね。いや、今新潟のノッコいたら一緒にバンドやりたいもんね。みんなそれでうまいですよね。そうそうそう、よく練習してるんですよ。うまいよ、うん、やっぱりほらプロの演奏だから難しいじゃん。だけどそれをちゃんと練習してるしさ、はいはい、できてるし、まあできてない人もいるかもしれないけど。そうだね、コピーバンド文化あったね。レコード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 というわけでですね、スタートミアップでしたけれども、お話がまだまだ続きますがですね、このままお話していくと朝になっちゃうといけないのでですね、今日はこの辺で一回終わりということでお願いしたいと思います。まあほとんど今日ライブハウスの話で終わっちゃったんですけども、次回は、90年代のレコード屋さんの話とか、あとは、まあ本屋さんとか、その辺についてもちょっと触れていきたいと思います。池田くんにはもう一回来てもらいましてですね、お話を聞きたいと思います。ということで、あと私たちの近況ですけども、12月のライブですね。12月に行った、鴨市のカフェ BBC のライブ、ライブアットザ BBC のですね、動画が絶賛公開中でございます。もし、お時間ある方はぜひ見に来てください。はい。あと、ライブの予定はちょっとこんな状況なんで今ないんですけども、塗料としては絶賛レコーディング中でして、またこの辺も雪が溶けた頃に暖かくなってきたら告知できるのではないか、お知らせできるのではないかなというふうに思っていますので、そこもお楽しみにしていてください。はい。というわけで、スタートミーアップ、今夜のお相手は鈴木聡と亮の、鈴木聡とヤングマスターの池田くんでした。それでは良い週末を。バイバーイ。おやすみ。